はい、リップアップの岩崎です。ということで、今週も、夏場なんか魚釣れてなかったのか暑かったのか知らないんですけど、修理も少ないんですよね、リエちゃんようやく涼しくなってきたら、だからそう修理いっぱいもらわないとうちなんか仕事困りますので、皆さん持ってきてんね、ぜひ待ってますよねという感じで、またリエちゃんの仕事風景撮って、ネタにしたいと思います。普通にこいつトップガイだよね。ああそれ、うん、トップつけて可愛いってしっかりついたのでセットを巻いていきます。トップはね揺れるし、なんていうかな、固定がしにくいから難しいの。他のやつも2倍3倍難しいかな。細いのは大体難しいし、段差があって、うん、段差消すのに、スレッドから段差の切れ目でスレッド始めて折り返しましょう。あ、そうそう、皆さんキーホルダーを僕はね、リエちゃんに作ってもらおう思って忙しい中やってもらいますよ。お魚の形したね、あのキーホルダー、先ほど先ほどちょっとただで計画立ててやってくれる言ったんでまたそれはそれで動画をねご紹介したいと思うんで、それはまた楽しみにしておいてください。ちょっとキーホルダーでも買ってもらって、大量祈願してもらおうかなと。だいたい釣り人なんか他力本願で運任せですからねそういうのは大事や、縁起も大事や、そうそう、願掛け願掛け、そうしたらあなんか釣れるかもとか思ったり、ね、釣れるかもって思うと行っちゃうし、行ったらまた不思議なもんで魚が釣れたりするんでね、行かへんのが一番あかんパターンなんで、ぜひやん。そう、そんなん分からない。もう釣りなんかその、もう釣れたらまた楽しいし、次も行くし、止まらんようになってくるし。ご自分で料理されて。そうそうそう。リマンブ僕も料理動画をやってるし、まあリエちゃんも暇になったらさっと釣料理。今電話がかかってきてお客さんも来られて、今ちょっと中断して何やったかな。料理をしようみたいな、まあうだうだ話を食べる方専門やってじゃあ皆さん、料理自慢の人は、料理を、はい、あ持ってきてもらったら困るな、俺保管せなあかんなの持ってこないでくださいここに書いてたら餌を与えないでください感じで、負けていきました。この前のイベントもまずまずで、あそうです、ね、はい、頑張ってんねうちの仕事も頼むで本業も頑張ってもらいながら、もう助かっておりますから、こちらも活用させていただいて、いやもうじんわりね、じんわり広めて、もう大体まあ我々こう仕事が地味な方向やから、じんわりしか広まないし、じんわり広めましょう、はい、ということで皆さん、兵具の仕事だったらリエチ小倍どうや釣り竿の修理はリップラップ、はい、リールもできます。という感じで、うだうだと喋ってる間に巻き上がりました。ですね、早いもんです。リエちゃんも慣れたもんで店長の手さばきには負けます。この前ちょっと一応僕リエちゃんばっかりやらしてるしできひんし口ばっかりの人になるからちょっと頑張りましたからね、なかな
か見れないそうそう、あのロッドビルダーの人から連絡があって、あの貴重なもんをって言ってくれるんですけど、まあ普通なんやこれ何してんねんこれでおいめ当たっちゃったね。また後で直そう。裏にねじれよった巻いていくうちにねじれてあれどこ行ったみたいになる出てきた、さあ2色間に入れも入って、はい、上手に巻けたと思います、はい、ということで、次はキーホルダー、はい、お願いします。皆さんお楽しみに、はい、待ってます、はい、ということで、はい、またねバイバイ、